こんにちは、たけひろです。今日はですね、安比高原のゴンドラが動きましたので、第4から滑れるようになったのでコース状況とかを見ていきたいと思います。で、現状今日がですね12月の22だね一応昨日、一昨日かな、ゴンドラ動く予定だったんですけど、一昨日は強風で動かなくて昨日から動いてます、21日からね。という感じで今現状滑れるのはザイラロングですね。ザイラロングコースに抜けていって、で第3のハヤブサ第3の下に抜けていくコースが滑れます。あと第3も滑れるので第3も後で滑っていこうと思います。ハヤブサ第4と山鳩は滑れないので、今現状上級者以外、上級者しか滑れない状況ですけど、まあそのうちね、こう雪の状況は結構いいので、雪も降ってるので、そのうち結構早いタイミングで第4と山鳩とかは今週末とかにはね、もしかしたら開くんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、時間がちょっと今ですね、もう今日僕レッスンをしてたので2時過ぎ3時前ぐらいなんで、ちょっとこう陰ってきてるんで映像的に少し見にくいかもしれないんですけど、まあ、状況をお伝えしていきたいと思います。では行ってみましょうか。一応ちょっと今日ブーツがね変わってます。新しい来季出る予定のブーツですね。危ない、転ばせなっちゃった。まあ物はもともとあるタイプですね。スーパーホーネットっていうブーツで、シェルの硬さが135になります。ちょっとね滑りながら感じを見ていこうと思います。さあ行ってみましょう。雪はもう普通にありますね。はい、さあここから急斜面になっていくので、一旦ちょっと転んでいる方がいる。いいですね。いい。で、昨日はね圧雪した後にちょっと雪が20センチぐらい積もってて、もさもさでも下地があったから全然滑りやすいんですけど、今日はまたちょっと結構人が滑ったんで、ポコポコもさって感じハイスピードは危ないですね。ハイスピードは無理ですね暴走する、無理です。安全第一でいきます。ポコポコなんですけど、雪の状態はめちゃくちゃいい雪なんで、すごい滑りやすいですね。全然多少こう草がなんかところどころありますけど、これは草刈りしたやつが飛んできてるだけかと思います。なんで石とかもほとんどないですし、いや状況はいい感じですね。はいはい、うん、こっち滑りたいなザイラーがねもう少し、でもどうなんだろうな、ここも本当今週末ぐらいからもしかしたら開くかもしれないね。ちゃんと圧雪もかけて盤状況整えてるんで、ここら辺もちょっと交互期待かもしれないです。あくまで僕の感覚で話しますけど。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと草刈りしたから結構草がね散らばってますけど、スキーが傷つくような感じじゃないですね。よし、ちょっと飛ばします。
うわー、桃来る。気持ちいい。おう、あー、桃がパンパンや。よし、じゃあ第3リフト乗ります。あー、疲れた。はい、ということで第3リフト降り場にやってきました。で、第4がまだ滑れないんですけど、まあ多分パトロールの人は滑った後ありますけどね。めちゃくちゃいい状況ですね。全然滑れるそのうち開くんじゃないかなと思います。で、あと昨日まで開いてなかったんですけど、大高第3も一応開いたので第3の方も滑れるようになってますが、今回はちょっとはやぶさ第3をね滑っていきたいと思います。今日はレッスン中も滑ってましたけど、もうバーン状況は全く問題ないですねという感じです。夕方なんで人も少ないんで、ちょっと真ん中を気持ちよく飛ばして滑っていきたいと思います。足がやばい。もうパンパンや。あー、もう限界です。よいしょ。足が疲れた。足が、うん、大悟も大変でしょこれそこまでポコポコじゃないからとりあえずはいいけど、まあまあね、午後でもこんな全然大回りできるぐらい荒れてないんで最高です。息切れが半端ないっていうということで、バーンはめちゃくちゃいいので、週末とかね来られる方は安心して来てください。24日がもしかしたら雨かなっていう感じですけど、多分雪じゃないかなとは思うので、まあでもその後次の日からいきなりまた冷えますんで、週末とか年末年始はもう全然大丈夫だと思うんで、楽しみにお越しください。ちょっと息が整わないですけど、この動画参考になったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてブーツはねいい感じでございますこれ実は昨日もレッスン中とか履いてました。で、昨日がですねマイナス14度だったんですよ。で、普通のブーツだったらやっぱレッスン終わった後ですね、滑ってる最中はそんなにこう違和感なく、まあ形が一緒なんで、いつも僕が履いてるやつと同じような感じ、若干その素材の違いっていうところで、こっちは青いタイプに比べると、ああいう青いタイプはもうちょっとギュッとした感じ、粘りがちょっと強い感じで、こっちはもう少しニューンという感じですかね。これ伝わるのかな可動域が広いというか、別に極端に柔らかいわけじゃないんですけど、動きの粘りが伸びがあるって感じです、こっちは。で、まあ一番こう感じるのが温度変化によってあまり影響されない素材を使ってるんで、そのマイナス14度で滑った後中に入ってすぐこう脱ぐんですけど、全然シェルが思いっきり普通に開くんで、脱ぎ履きがめちゃくちゃしやすいっていう、これは本当びっくりでした。ちなみにフレックス135ですけど、実際の感覚で言うと110から120ぐらいの間かなって感じですね。いつも僕が履いてる130よりはそんな硬く感じないです、滑ってても。はい、ということで余談でしたが、コース状況は最高なんで、ね、ぜひ遊びに来てください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。